一回一回はとにかく楽なんだけどさ、なんとなく想像つくでしょ。なんか PS1 の成功率 99% だったとしてもさ、 99.99 の400乗ってまあ相当確率低くなるわけで、どっかしらでミスっちゃうわけよ。ゲシュタルト崩壊と精神とね、まあその他もろもろのね、なんかいろいろ難しい要素が合わさってね、昔の俺は結局クリアできずに終わったわけなんだよな。まあそれが今の俺ならできるかどうかってことで、 PS1 コースって最近ショート動画でめちゃくちゃバズるからさ、昔クリアせずに残してるのは多分こういった運命もあるんだろうなって今感じてる。さあ3周目終わった。なんやかんやあれだな、久しぶりにやってみたらなんか一発目から自己記録出てるな。でもうこれで左からはもう PS1 はもう出てこないと、これがもう最後の一周なんだっていうね自覚を持ってゆっくり行こう。残り何回くらいなんだろう。もうねちょっと PS1 の方見ててね、左上になんか今 PS1 何回踏んでるかって映ってると思うけどさ、それをチラ見する余裕すらない。マジでメンタルが怖い。ちょっとあ、オッケー、ゴール見えた、ゴール見えた、ゴール見えた、よっしゃー